東広島市の情報をお届けするマイタウン東広島。番組では東広島市内で行われる催し物や東広島市から各種のお知らせなどをお送りします。はじめに子育てに関するお知らせです。令和2年度生き生き子どもクラブの入会児童を募集しています。生き生き子どもクラブは放課後に家庭で保護者と過ごすことができない児童を預かります。対象は小学1年から6年までの児童です。募集要項の配布や入会申し込み受付期間は1月31日までです。入会要件など詳しいことは12月の広報誌でご確認ください。お問い合わせは保育課までどうぞ。続いて災害復旧に関するご案内についてお知らせします。平成30年7月豪雨で被災した道路や河川などで本復旧が早期に着手できない箇所などには大型土のうなどで仮復旧を行った箇所があります。東広島市では仮復旧箇所に異常がないかパトロールを行っていますが、土のうなどが破れたり崩れたりしている箇所を発見したときは維持課までお知らせください。続いて各種の催し物や講座のお知らせです。福富町竹に歩こう七草ウォーキングが1月7日の午前10時から行われます。内容は上竹にの農園までのウォーキングと野草探索、七草がゆの試食体験をします。定員は20人で先着順です。参加費は100円です。お申し込みとお問い合わせは竹に地域センターまでどうぞ。学んでおいしい大人のフレンチが1月24日の午前10時から黒瀬障害学習センターで行われます。内容は普段使い慣れている材料を使って家庭ですぐに活かせるプロならではのポイントや技を学びます。定員は18人で応募者多数の場合は抽選になります。材料費1000円が必要です。受講を希望の人は1月10日までに黒瀬障害学習センターまでお申し込みください。お問い合わせは黒瀬障害学習センターまでどうぞ。成人を祝う会が1月13日に東広島運動公園体育館で行われます。対象は平成11年4月2日から平成12年4月1日生まれの人です。住民登録者には12月下旬に案内はがきを郵送します。また式典には住民登録がなくても対象の人は参加できます。お問い合わせは障害学習課までどうぞ。黒瀬富士日の出ウォークが1月2日に行われます。内容は黒瀬屋内プールに集合し竜王山総合公園で日の出を見ます。参加費は100円です。当日会場で受付をします。お問い合わせは東広島市スポーツ推進委員協議会黒瀬支部までどうぞ。迎春本の福袋が1月4日と5日にサンスクエア児童青少年図書館で行われます。内容は福袋に3冊ずつ図書館に所蔵する本を詰めて希望する利用者に貸し出します。福袋は一般向け、児童向け、赤ちゃん向けの3種類を用意します。なくなり次第終了します。お問い合わせはサンスクエア児童青少年図書館までどうぞ。マイタウン東広島では生活情報や各種の催し物など市民の耳寄りな情報をご案内していきます。次回もどうぞご覧ください。